はい、それでは合格チャレンジそろそろクリアしたいと思います。それではスイッ、ちょっとね、ゆうです。バーザーのおざんです。今日無課金サバカ芝居のやっていきたいと思います。この編集前だったら多分同じ日に出てんのかな。はい。ね、もうマジでね、前回の動画見てくださった方、出してるかわかんないですけどね。この編成でちょっとやって、合格。絶妙にちょっと火力が足りないですよね、皆さん。多分ね、こう、ワルリンがね、ちょっとね、まあ、HP タンクにはなってるんですけど、火力要因になれるかって言ったらなってないんですよね。その牛太郎にするか考えたんですけど、一応クエストを、1から10までは一応クリアしといたんですよね。そこの石はもういいかなと思って、はい。でね、めちゃくちゃ合うサブがいるわけですよ、ここら辺のね。この闇キーとか闇カル。グレーシーとかカルーアミルクとかカルーアミルクですよね、はい、はい、僕好きです。でショート動画でアクロトビが出まして、いやなんかそれワンちゃんもここの10日の方向性変えるか、クロトビね、こっちのバーテンダークロトビの方出してそっちでクリアするかっていうのが今ちょっと悩んでるんですけど、まあまあタイトルさんで見てもらったら分かるように今からガチャ引くんですけど、ちょっとね、70個で黒飛び、バーテンダー黒飛びか、こっちこっちした、バーテンダー黒飛びか、ウレシス、カルーアミニク狙って、ウィスキルは、そんな用事ないですね、やっぱり。うん、それか、ジントニックがいたら、またそれはそれでね、また多色編成に行けるんで、それでは、お酒いただきましょうか、お酒ガチャ。いきます！購入歴ね、無料配布72個となってます。7回引けますね、はい、7回単発で引いていきたいと思います。よしよしよし、ショートでね、ログインスタンプでね、黒飛び出たんでね、ショートご覧になってくださった方は、いやちょっと今言わんかったよかったな。よし、いやそういったらまたサムライロックでしょ。今ロックだけでサンタおるんか、マジか。まあ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 、石もらえる方が出る分にはありがたいんで、OK です。ほんま頼む。いや、ちょっと違うけど、ブルッカ？これはあれですね、黒飛びの攻略の方向性でいけばワンチャンあるな、これは。オッケー、よかった。3回目。はい。また頭もそうなってる、ほんま。よし。よし。よし、来た！ああ、待ってたよ。これ、バーテンダー、黒飛びでお願いします。わあ、マジか。ちょっと交換したんよな。いや、でも、属性吸収とダメージ吸収無効化。8ターンで打てるんか。あ、ちょっと待って、これ見落としてた。2ターンの間最大 HP が2倍、3コンボ加算。あ、ちょっと待って、あ、でもヘイスト、いや、ちょっと待って、これで改めて気づいたぞ。ここに、いやでもね、ワルリンの熟成持ちでその HP タンクステアップなるような役員がいないんですよね、やっぱり役員さんが。はい、あと4回です。スタンドに置いて、ちょっと、こんなんじゃあかん。黒飛び。追われた場合は黒飛び。まさか入れや、もしくは。ごめんなさいね、オーディン好きの方、本当に申し訳ない。3体ね、用事あるか言われたらね、用事ないっすよね。さあ、あと3回ですね、はい。もう30個分ですわ。30個の男。もういいです。
梅マロは出た。梅酒は美味しいけどね。いやこれはねちょっとあんま用事ないわ、この今のボックスでは。あ、でも交換の玉になるんか。よしよし、あり、ありあり、2回いきましょう。あと2回いきましょうか。というか全員突破するんですけどね。リアルが出たらもうちょっとね多少、いやーいやー、ちょほんまにこんな噛み合わへんことある。6ターンのダメージを軽減、一体の盤面が6のステンド600億。ラストです。はい。いやこれバーテンダークロトビが出ても全然 OK やねんけどな。写真トニック出た。よかった。ちょっと待って、これジントニックが出たんやったら操作時間12秒でしょ。3色以上でダメージ 78% 軽減、攻撃が45.4コンボ加算でしょ。これはね、これはね、ちょっと一旦結果見ていきましょうか。はい、どうぞ。あの前回の黒飛びから順番に並んだ、まあ、置いておきまして、こんな感じになってます。黒飛び、サムライロック、ブルーベリーの子、オーディン、梅マロ、忘れた、ジントリック。いやこれはね、めちゃくちゃありなんですよ、めちゃくちゃありなんですよ、これはほんまに。いやジントニックで、そのね、赤座、今は、ちょっと待って、チーム編成が、こんな感じなんですよね。こんな感じで、ちょっともうワルリンが今全然浮いてるんですよね、宙に。宙、まあ冬もついてるし。ワルリンを入れて、ジントニック、赤座で組ませるのも、ここの助っ人枠も赤座にしてて、これね、赤座で入れたら、ちょっといけるんちゃうかな。うんうん、僕ルーレットはやっぱどうしても苦手で、そのね、多少どうかな。いやちょっと交換で見てみましょうか。いやバーテンダイであるもの玉が梅丸なんかお気に入りにしてんな。オーディンをもう用事がないから、うんで、サムライロックに3体はいらんでしょ。サムライロック2体出すとして黒飛びは出せへんから、オーディンに、いやでも微妙な、梅丸も出していいか。1,2,3,4,5,6 難しいなぁ、これ。七引きで金が負担がありたいなぁ。ちょっと、はい、こんな感じでございました。どうしよっかな、方向性変えようかな。操作時間は秒数固定やったら、こだわらんでいいんで、ルーレットの上着とだけいればいいんで、ジントニック赤座でいくか。赤座の破壊力半端ないですからね。じゃあこんな感じで終わりたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。よろしければ前回の動画を見てくださって、アドバイス等々いただければ幸いでございます。この感じ黒飛びでいけばいいかな。悩ましい。よければ、X や、概要欄に X や TikTok のアカウントをフォローしてくださると嬉しいです。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。それでは、バイバイ。